マリオカートアマゾンで買ったんだけど、これがアマゾン特典。これに収納しろと、これにしまっときなさいよっていう特典。ちょっと入れてみよっか。特典の袋、これ入るんだろうか。コースのこの段ボールがここ入るんだろう。あ、ちょうどじゃん。ほら入った、入ったけど閉まんねえ。あ、これちょっと足んないじゃん。おい、あ、ギリギリか。あ、ギリギリだな。あ、ギリ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 入ることは入るんだ。わあ、微妙だな。もうちょっとでかくしてくれればいいのに。あ、でも便利っちゃ便利だな。いちいち、箱に入れらっといいから。あ、まあ便利っちゃ便利。これで置いとけばいいんだもん。結構こういう人気商品とかゲーム機本体のやつは Amazon 特典の方で買った方が得だよね。ゲームソフトは特典なしの方のが安いけど、それでゲームソフトは特典ありだと、なんか、パソコン用の壁紙、あれ買う人いるんかな。だけどこういう本体とか人気商品のやつは、特典なしもありも同じ値段で、値下げしないし、特典も結構いいやつがあるんで。今度出るゲームウォッチのマリオ、これ。あれは特典、なんだ、ピンバッジ、なんで、なんだっけ、なんかバッジがついてくるんじゃなかったっけな。いまだに特典なしと値段同じなんで、特典ありの方予約しといた方が得だよ。ってことで、Amazon 特典の袋でした。お、なかなかいいじゃん。もうちょっとだな、で、おきはいいかったな。箱がでかい。もうこれならここにこうやって置いとけるか。よし。そして、マリオはどっかこう部屋に飾っとくんだね。